の原子力潜水艦。パーミット級原子力潜水艦の4番艦。艦名は、コイカの魚バーブにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦9番艦以来2籍目。バーブの建造は1959年3月に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所に発注され、1959年11月9日に寄港する。 1962年2月12日に、フラッキー夫人によって、命名、浸水し、1963年8月24日に、艦長チャールズ・ディングロー人中佐の指揮下収益する。収益後は、真珠湾を母校として、第71潜水艦隊に所属したバーブは1964年に、潜水艦隊機関となる。収益初年度の大半は、新型兵装の試験及び、 開発、原子力潜水艦の戦術訓練に費やされた。バーブは試験用の案、BQG-2A ソナーが装備された最初の潜水艦であった。1968年4月11日、ウラジオストックの付近のステーションでバーブは4隻あるいは5隻の潜水艦を含む多数の艦艇の移動を報告した。ソ連海軍太平洋艦隊が港を出港したが、 すべての艦が低速で航行し、アクティブソナーで音波を発していた。3月8日に629型潜水艦の K-129 がオアフ島北西で沈没しており、ソ連艦隊は K-129 の探索を行っていたものと考えられた。一連の出来事は6年後のグローマーエクスプローラーの建造につながった。バーブは3度の大規模オーバーホールを行い、 2度はメアアイランド海軍造船所で、そのうちの1回は燃料交換であった。もう1度は真珠湾海軍造船所で行われた。それぞれのオーバーホールでは、新型ソナー、火器管制装置及び電子機器が装備され、推進機関の改良も行われた。1972年7月8日、バーブはマリアナ諸島への紹介に先立って行われた修理が完了し、 アプラ港に停泊中であった。台風、リタがグアムに接近中で、バーブは出港し嵐が来る前に先行した。4時を回った頃、戦略航空軍団の B52 爆撃機、コバルト2がアンダー戦空軍基地を離陸した。嵐の上空を飛行する予定であったものの、離陸直後に操縦不能となり、乗組員は脱出した。 5時25分までに6名の乗組員が会場をさまよっていた。C-97 輸送機が生存者を発見し、ハガニアの探索救助部隊にその位置を無線連絡した。バーブとガーナードが全速で現場に急行し、救助に当たることを命じられた。23時頃にバーブは報告された位置から約12マイルの海域に浮上した。悪天候のためすでに水上艦は、 機関を強いられていた。円柱形の船体を持つ潜水艦は荒波のため猛烈な回転運動に揺り動かされた。翌日の1時15分にバーブの乗員は生存者の明かりを発見した。バーブは夜通し生存者の救助を幾度となく試みたが成功しなかった。7時40分までに視界は改善し、台風は現場海域から移動した。 バーブは三隻のイカダへと接近した。生存者へロープを渡そうという試みが何度か行われたが、いずれも失敗した。主任水雷士官のジョン・ヘンツがロープを持って生存者の元へ泳いでいくことを志願した。8時15分頃に、電子選手官、ロナルド・ドボラク少佐、副操縦士、ウィリアム・ニー・リー三世注意、ナビゲーターのケント・ダ・ドソン注意が乗るイカダに、ロープが渡され、 バーブによって救助された。続く1時間以上、40フィートの大波で、救助作業は難航し、バーブのスクリューはしばしば露出し、バラストタンクの海水は、官邸部できしみを生じさせた。10時頃に捜索機が次の生存者、報酬のダニエル・ヨハンセンの位置を通知し、彼はロープを伝って15分ほどで救助された。その間にガーナードが現場に到着した。ガーナードは、 機長のリロイ・ジョンソン大佐を救助、収容していた。レーダーナビゲーターの JL オをン中佐はすでに死亡していた。探索機が絵ダを結びつけたまま海面に顔をつけて揺られる遺体を発見した。生存者はグアムへと運ばれ、両艦は宿運部大賞を受賞、10名の乗員が救助における個々の危険な役割を称賛された。ヘンツは英雄的行動により、 海軍、海兵隊メダルを受賞した。1975年、バーブはカリフォルニア州サンディエゴに配属され、第3潜水船隊に所属した。バーブは1980年中頃から1982年末まで、メアアイランド海軍造船所で、特別の広範囲オーバーホールを行った。推進プラントは、蒸気8世紀の戦場が行われ、射撃管制は、 デジタル完成機へソナーシステムは最新の案 B99-5 ソナーへ変更された。また、1960年代から導入が始められたサブセフ改修が実施された。オーバーホールは18ヶ月が予定されていたが、造船所の補修の品質問題及びスケジュールの支援で27ヶ月に延長された。それぞれの改修が完了するたびに海上公務が行われ、 公焼は4度実施された。1982年12月にサンディエゴのポイントロマ潜水艦基地に戻り、補足の作業はサンディエゴのカンドックで1983年前半に完了した。バーブは1989年3月10日に不活性化され、1989年12月20日に退役、同日除籍された。船体は 原子力艦西利用プログラムに従って、ワシントン州ブレマートンで解体され、作業は1996年3月14日に完了した。ありがとうございます。